お客さんと1対1でその人のために入れたコーヒー。一人一人にこう笑顔になってもらいたい、楽しんでもらいたい、こう買って帰るだけでも、あ、来てよかったって思えるような場所にしたくて買ってました。やっぱり来て楽しんでもらいたいっていうのがやっぱり一番に来てるので、いろんな場所にそういう面白いこう発見を隠してお客さんにサプライズさせてあげたいっていう、ただそれだけのことであって、だから逆にお客さんが、お客さんここ見てくれてんだっていうのをこう SNS で知れたりとか、それもまた面白いです、はい。コーヒーは、スペシャルティーコーヒーといって、あのグレードが高いお豆を使ってるんですけれども、弘前の色コーヒーで自家焙煎のところから豆をおろしてもらってるんですけど、華やかで香り高いフルーティーなコーヒーっていうので、美味しいには間違いない。会ったら元気になったとか、食べたら元気になったって言われることが本当に私たちのやりがいだし、間違いなくもう健康第一でお客さんを迎えたいと思います。